食べますからね。はっ、あー、ちょっと待って、アツシ君、スイカだって果物じゃなくて野菜の仲間なんだよ。エビだって植物の仲間かもしれないじゃないか。さすがに苦しいですよ。あ、なんだ、芥川君は信じたのに。まだ生えない。芥川かわいそう。まだ生えない。芥川先輩、天ぷら粉を用意しておきます。